皆さんこんにちは武銀地域経済研究所では埼玉県からの委託を受け映像技術を活用した最新事例について調査を行いました本日はその調査結果についてご紹介させていただきます皆さんご承知の通り映像技術は人々の生活を豊かにするだけではなく 人手不足をはじめとする社会的課題を解決し、新しい生活様式における移動や対面の制限を補う方法としても注目されています。本日は、調査結果の中から、教育・住宅・観光の三つのカテゴリーについて、最新映像技術がどのように活用されているのか、 ご紹介いたします観光編では北海道と長崎の事例について武銀地域経済研究所の研究員が現地を取材しプロジェクションマッピングと呼ばれる映像活用で集客に成功した事例をご紹介いたします長崎の事例では長崎市内市内にある軍艦島デジタルミュージアムについて 北海道の事例では、札幌市郊外にある観光地、定山県について、それぞれ取り組みをご紹介させていただきます。こんにちは。武銀地域経済研究所の松本です。ええー、私は観光編についてお話をしたいと思います。ええー、プロジェクションマッピングを観光の 事業に活用した事例長崎市の軍艦島デジタルミュージアムと札幌市の定山系ネイチャールミナリエについてお話をいたしますえまず軍艦島デジタルミュージアムですが軍艦島こちらは長崎市の南西18キロの沖合にあります 江戸時代から炭鉱の島として栄えました1974年に炭鉱が閉山ししばらくの間無人島となっておりましたが2011年より上陸ツアーが許されることになりまして観光客が訪れるようになっております加えて2015年の7月に世界文化遺産に 登録されておりますこの軍艦島デジタルミュージアムはその9月に開館をしていますこのミュージアムの売りの一つがプロジェクションマッピングを活用した手法でありますまず1階で受付を済ませますと2階に上がりまして まあ来館者が圧倒驚く高さ2 5メートル奥行き3 0ルの巨大スクリーンが待ち受けております。ここで次々に写される約3,000枚の写真こちらを20台のプロジェクターを使って軍艦島の歴史を知らせています。軍艦島シンフォニーと申しましまて この出会いがですね、えー、非常に、えー、来館者のまあインパクトを与えるというところであります。こちらは奥の方から撮った写真です。えー、左上の方、こちらの方に、えー、プロジェクターが、えー、並んでいるのがですね、お分かりになろうかと思います。 えまあ座ってこの映像を見るわけですけれどもえ映像の変化につられてえ椅子が移動しているのではないかというふうな錯覚にとらわれるえ非常にえ大きなプロジェクションンマッピングです次は「島の泉」と申しましてえ軍艦島の実寸151分の 島の模型にプロジェクションマッピングによってですね島の日常のイベント3日間朝昼晩の島の表情を体現できるようになっているものですこちらは通常の昼間の軍艦島の様子であります次こちらはですね夜の、えー 軍艦島の様子花火の軍艦島の様子をプロジェクションマッピングを使って皆さんにまあ見せているというものであります続きまして三つ目でございますがこちらは実際には現場に入って見ることができない行動ですね炭鉱の中を プロジェクションマッピングを使って再現をしているものですえ実際にトロッコに乗ったりエレベーターに乗ってえまあ動いているがごとくリアルな体験ができるというふうになっていますえ今お話ししました軍艦島デジタルミュージアムのえプロジェクションマッピングの効果と 課題ということとでいいいいくつかお話をしたういいうふうに思いますこちらは例えば天候の不順などによって軍艦島へ上陸ツアーができない場合あるいは立ち入り禁止エリアに入れないわけですけれどもそういったところあるいはそういった日にですねまあ軍艦島の魅力をプロジェクションマッピングなどを利用して まああの見ることができる。そして観、えーえー、観光客のまあ、満足度の向上を図れるというものであります。またこのコンテンツは、えー、地元の事業者を中心にですね、まあ、比較的、えー、コストを抑ええー、クオリティの高いものを生か、えー、制作をしているということが言えます。そ,それからこの軍艦島デジタルミュージアムは えー、軍艦島と密接に関連していることから軍艦島そのものの PR など自治体との連携こちらをですね重要視して、えー、施策として進めているといったところが、えー、言えると思います。えー、こちらがですね軍艦島デジタルミュージアムの、えー、まあ概略図アクセス図といったものをお示ししてやります。 え続きまして二つ目といたしましてえ札幌定山系のえネイチャーアルミナリエについてお話をしたいと思いますこちらはですね定山系というのはえ北海道札幌の奥座敷と言われているところでありまして札幌からバスで六十分 年間の観光客が約150万人ほど訪れるところでありますそこで定山系の観光協会の方で毎年6月から10月にかけて実施しているのがこの定山系ネイチャールミナリエ2016年から開始をしました長い間観光資源として生かすことができなかった えー、温泉街に隣接した、えー、川や渓谷のある散策路、こちらを会場にですね、えー、お客様が夕食を食べた後、夜の温泉街を歩いてもらうというふうなコンセプトで始めたものであります。えー、こちらがですね、ネイチャールミナリエの。お まあ概略図でありますけれども温泉街の脇を流れる豊平川この両岸をですねライトアップあるいはイルミネーションそしてプロジェクションマッピングを利用したエリアにゾーニングをして自然の力の魅力こちらを最大限に生かしつつ気軽に歩いてもらおうというものであります。 こちらの赤い丸でお示ししたところがプロジェクションマッピングのエリアというふうになっています、まあ、観光協会の方のお話ですと自然との共生自然の持つ力生命力こちらをビジュアル的に再現したいと、えー、プロジェクションマッピングを使ってですね樹木岩森こういったものを 演出して、えー、地面、川、えー、樹木などの一体感を表現したいというふうにおっしゃっております。えー、こちらが今お話し,しましたように、えー、各、えー、散策路の、えー、部分部分にですねライトアップなどを取り入れて相乗効果を狙ってまあストーリー性を高めていくと。 いったものであります、えー、こちらが実際のですねプロジェクションマッピングを、えー、活用した事例であります、えー、散策路で豊平川の脇にある散策路にですねの石であったり、えー、樹木であったりこういったところをですね プロジェクションマッピングによってまああの飾っているといったところが見て取れます。それからもう一つですねこれは左側でございますけれども、えー、プロジェクションマッピングのですね、えー、を利用して、えー、吊り橋この床面にですね飾、えー、って、えー、プロジェクションマッピングを活用して して、まあ、ライトアップをしながらですね。この吊り橋から警告を見ていただくと。こういったところが非常に、まあ、あの。観光客の人たちの、まあ、目を和ましていると。いうふうに言われております。では、この上段系温泉、こちらのですね。えー、まあ、プロジェクションマッピング。の、まあ、課題でありますけれども。 まず、えー、コンセプトやストーリー性の展開こちらを、まあ、映像あるいは光でどのように伝えていくのかということで、まあ、2016年から毎年いろいろ工夫をしているというふうなことが、えー、言えます。それれからら観光協会として、まあ、限られた予算でであありますのでこのこマッピングあるいは、えー 活用するですね。プロジェクターの機材、こういったものをまあ、どのように、えー、安価で、えー、自然に合ったものに、えー、選んでいくかといったものが、えー、まあ、えー、課題であるというふうなお話であります。それから、えー、夜の散策路であるためにですね、えー、まあ、既存の会場の延長や、えー、手すり、柵などのこ た、まあ、考えていかなければならならいとまたあの場所会場がですね国立公園の地域内で行うイベントということで、まあ、環境省はじめ、まあ、さまざまな、えー、関係当局とですねいろいろ、まあ、企画について、えー、打ち合わせをしていかなければならないとこういったところがですね 課題というふうなお話を聞いておりますまとめといたしましてまあ、軍艦島デジタルミュージアムについてでございますけれどもここはプロジェクションマッピングの最新鋭の技術を取り入れてミュージアムの特徴としておりますまたこの機能として先ほどお話ししたように実際に 軍艦島を見学する前あるいは見学した後または、えー、たまたま天候不順によって、まあ、軍艦島を訪れることができなかった観光客の方々に対してその、えーまあえー、経験体験あるいはできなかった、えー、軍艦島の見学そういったものを、まあの印象をですねより鮮明に 保管するようなものになっているというふうなことが言えると思いますそれから、えー、定山系の、えー、ネイチャーアルミナリエについてはまあ、観光協会がやっているという事業でスタッフもまあ、予算も限られているといったところから非常に手作り感が感じられるとしかしながらまあ,あの、えー、先ほど申し上げたように自然と共生 自然の力を最大限出すといったところから素材の良さを生かすということでできるだけ宿泊客をですね旅館から定山系の自然の魅力を知ってもらうために外出してもらうといった目的もあってプロジェクションマッピングあるいはライトアップなどを融合させてストーリーを構築していると。 こういったところも一つの特徴というふうに言えると思います。えー、これで私のプロジェクションマッピングを活用した、えー、観光事例についてのお話を終わりにさせていただいただきたいというふうに思います。えー、ご静聴ありがとうございました。皆様いかがでしたでしょうか。観光事業における プロジェクションマッピングの活用事例についいてご覧いたた。だきましたプロジェクションンマッピングは立体物をスクリーンとして使用しビデオを投影する技術ですしかし単なる映像の投影ではなく音楽や空間演出を加えたアートの一種として進化利用されています今後映像技術のさらなる進歩により さまざまなシーンでプロジェクションマッピングが利用されることが考えられますこのプロジェクションマッピングの普及を通じて新しいビジネス市場が形成されることが今後期待されます県内企業の皆様もぜひプロジェクションマッピングをご活用いただければと考えておりますこんにちはデジタルスキップステーションの広瀬と申します 最後に番外編としまして埼玉県が制作した試作品ウェブサイト原寸大表示システムについてご紹介させていただきます。まず試作の経緯についてご説明させていただきます。こちらにネットショッピングの利用世帯割合の推移のグラフがあります。推移を見ると、年以降、 急速に普及したことがわかります19年には4割を超えるほど社会に普及したといえます便利なネットショッピングは今後も普及が進むと推測されますがとても便利な反面手元に届いた商品が想像と違うという問題もあったりしますそこでネットショッピングにおける課題を 映像技術を活用して解決をできないか、ということを目的に、本試作品の開発に取り組みました。こちらが、原寸大表示システムのイメージとなります。モニターには、いろいろな大きさがあります。通常ですと、写されたコバトンのぬいぐるみは、モニターの大きさで変わるのですが、 原寸大表示システムを使用すると大きさの違うモニターで見ても原寸大と同じ大きさで表示されているのがお分かりいただけると思いますシステムは非常に簡単で専用アプリをダウンロードするのではなくウェブサイトを利用し原寸大表示コンテンツの登録 モニター設定の3つの機能から成り立っています。はい、ではここからええー、とご使用方法を説明したいと思います。えっ、ー、と、まずモニターの方を設定していただきます。で、モニターの方をなぜ設定する必要があるかと言いますと、このテレビというものはえっ、ー、と4 9ンチなんですが、えーと実は49インチのテレビでもメーカーによって。 その数、ミリ単位センチ単位とかであのまちまちの大きさをしています。そのために細かい微調整をするためにモニターの方を設定します。で、こちらの方を押していただきます。そうすると、えー、まずこのような基準図というものが出てきます。で、この基準図がえー、とっとこちら書いてある通り、一辺を定規で測り、基準値を入力してください。ということなので、まず。 定規の方を使ってこの基準図の方を測りますそうするとこれえっと大体1 1 0ミリでしたのでこのままで構わないと思うんですが1 1 0ミリで「確認」というボタンを押していただきますで、えー、とこちらの方に書いてあるようにまずこれが1 0 0ミリになっているかどうかを確認したいと思います でこちらの方で大体100ミリということになっていますのでこちらの方で「登録」と押していただくとここで「OK」を押していただくとこのモニターの調整が終わりました、はい、では次に、えー、原寸大で実際に表示されているかどうかを確認していきたいと思いますで 事前にこちらの埼玉県のマスコットの小バトンの方を素材として撮影してありますのでそれが原寸大で表示されたかどうかを確認していきたいと思います。でこちらのボタンを押していただきますと、まあ、先ほど出てた基準値図が出るんですが、まあ、画像選択の方で、えー、と登録した画像を,選,べることを選ぶことができます。で 小バトンのぬいぐるみの方を選んでいただくとこのように表示がされますでこちらのぬいぐるみと,、えー、と比較してみますはいで今見ていただいて分かるようにほぼ原寸大で表示がされているかと思います、はい、では次に、えー、とこちらの原寸大で表示できる、えー、と写真の撮り方をご説明します、えー、と実際この コバトンを撮影、普通に撮影した場合、えっ、ー、と大きさを把握することができません。で、この時に使うのがよくある、こういったあの a4 の紙っていうことになります。で、こちらの紙を背景にしていただいて撮影しますと、この紙の大きさからコバトンの大きさを把握することができます。で、こちらの紙なんですが、えっ、ー、と a0 から a5 まで対応していますので。 えとファイル名に A4 というふうに名前を付けていただいてその後ファイル名を付けていただければえと完了になります。でこういってあのコンテンツができましたらメニュー画面からコンテンツアップロードを選んでいただいてアップロードをしていただきます。そうすることによってこの表示システムで原寸大の表示することができます。最後に インターネットショッピング以外での活用方法をご紹介させていただきます減寸大で表示できるメリットとして文字や数字ではイメージができにくいものの大きさや量を視覚的にイメージすることができますこの感覚で把握することができるということはいろんな産業で活用することができると思います 原寸大表示システムのプログラムは無償提供しておりますのでご興味がある方がいらっしゃればお気軽に問い合わせしていただければと思います。ごご聴ありがとうございました。